原愛の男好きは高校時代からで二股も、恋愛遍歴まとめ。元卓球選手の福原愛さん。福原愛さんは2021年の秋頃に不倫が報じられ話題になりましたよね。そんな福原愛さんの男好きは、実は高校時代からだったと言われているようです。そこで今回は、福原愛さんの恋愛遍歴をまとめてみたいと思います。福原愛さんは見た目からは清純派な雰囲気も漂っていますが、実は昔から肉食系女子として有名だったようなんです。そんな男好きな福原愛さんには高校時代から二股していたという疑惑があるようです。調査してみたところ、高校時代に付き合っていた彼氏がおり、お相手はイケメン卓球選手の大谷英俊さんだそうです。青森山田中、高時代の同級生で、福原愛さんと大谷英俊さんは付き合ったり別れたりを繰り返していたそうです。福原愛さんは友人に、今は微妙だけど、戻るつもりと言っていたところ、間もなく錦織圭さんとの熱愛報道が出たんだとか。このことから、二股疑惑が浮上したようです。錦織圭さんとの熱愛発覚後に、週刊現代が寮所属先に取材をしたところ、錦織圭さんサイドはお決まりとも言える、北京五輪で知り合い、良い友達だと聞いていますとの返答。福原愛さんの個人事務所は、コメントできないと答えたそうです。そしてプロツアーの欧州遠征から帰国した福原愛さんは、成田空港に待ち構えていた60人のマスコミを前に、お騒がせして申し訳ありませんと一言残し、浮かない顔で去っていったそうです。このことから福原愛さんは錦織圭さんとの熱愛を否定はされておらず、二股していた可能性は高いと考えられそうです。それでは、恋多き女の福原愛さんの恋愛遍歴をまとめみたいと思います。福原愛の歴代彼氏1、大谷英俊。福原愛さんと大谷英俊さんは、2006年からお付き合いされていたようです。先ほども記載したように、福原愛さんと大谷英俊さんは大森山田高等学校の同級生で、小学校大会で知り合い幼馴染のような関係だったんだとか。高校時代から大学時代の福原愛さんと大谷英俊さんは、付き合ったり別れたりを繰り返していたそうですよ。なお大谷英俊さんは、同じ卓球選手でもある中島美咲さんと2018年に結婚されています。福原愛の歴代彼氏に錦織圭。福原愛さんと錦織圭さんは2008年11月から4ヶ月間お付き合いをされていそうです。原宿の路上でキスしているところや腰に手を回しているシーン、手をつないでいる場面をフライデーにスクープされています。人気スポーツ選手同士の交際だけにメディアでもかなり大きく報じられたようです。福原愛さんと錦織圭さんは、2018年8月の北京オリンピックで親しくなったそうです。しかし報道が過熱したことから、交際発覚後わずか4ヶ月で破局を迎えたようです。ちなみに、錦織圭さんは元モデルの山内舞さんと2020年12月に結婚されています。福原愛の歴代彼氏さん、松平健太。福原愛さんと松平健太さんは2009年からお付き合いされていたという噂があります。先ほど紹介した錦織圭さんと破局後すぐに松平健太さんとお付き合いが始まったと思われます。二人は大森山田高等学校、早稲田大学の先輩後輩の中で、松平健太さんは福原愛さんの3つ年下でかなりのイケメンなんだとか。しかし、福原愛さんと松平健太さんの熱愛ははっきりとした交際事実が明らかとなっていないようです。福原愛さんは男性との距離が非常に近いらしく、スランプの男子選手にアドバイスする際、ラケットを握る男性の手の上に自分の手を重ねたり、体を密着させながら指導されていたそう。
そんなことから、福原愛さんと松平健太さんの噂だけが先走ってしまった可能性もあるようです。福原愛の歴代彼氏4、大志里氏。福原愛さんと大志里さんは、2014年9月からお付き合いされていたとの噂があります。大志里さんは中国不動産大手、大連万達集団創業者で、中国の大富豪として知られる王健林さんの息子さんなんだとか。福原愛さんと大志里さんが交際していると噂になったのは、二人のやりとりがきっかけのようです。大志荘、ワン・スーソン、氏が、2014年の仁川アジア大会の際に、愛ちゃんには、燃えたなぁ、とネットに書き込み、話題となった。このネットの発言で、大志里さんが福原愛さんに求愛し、結婚もあるのではないかと話題になったことで噂となったようです。しかし、福原愛さんはこの話題を知り、初めて大志里さんを知ったそうです。なので実際に交際していたという可能性は低く、勝手に盛り上がっていただけという可能性が高いようですね。福原愛の歴代彼氏も、高校決。福原愛さんと高校鉄さんの交際期間は2014年末からで、2016年9月に結婚されました。高校鉄さんは台湾人の卓球選手で、二人が知り合ったのは福原愛さんが中学生時代の頃ですが、当時はまだ親密な関係ではなかったようです。しかし、2014年末に福原愛さんが腰痛を発症し、長期欠場となり、その時に二人は急接近したそうです。福原愛さんはこの時全治3週間の腰椎椎間関節障害の怪我を負い、翌2015年の全日本選手権を欠場せざるを得なくなりました。高校鉄さんは、福原愛さんのフェイスブールに励ましのメッセージを送り続け、高校鉄さんの熱いプッシュで結婚に至ったようです。そして子供にも恵まれ幸せな生活を送っていた二人ですが、高校鉄さんのモラハラによる離婚危機や福原愛さんの不倫疑惑が噂となり、残念ながら離婚となりました。